多分ね、スプーンでも絶対届かないと思う。そうですよね、250ぐらいありますよね。ショートホールで初めてドライバー使います。だっておだてスプーンだもん。300飛ぶやつでスプーンだよ。ちょっとおだボーイボー1個貸してくれる。全然当たんねえわ、こういう時って。上に打った方がいいんですか、てか普通にいつもの球でいいんじゃない。ちょっと右目からドローで。はい、オッケー、ナイスショー。いったか。ナイス、ありがとうございます。やっぱドライバーだね。ドライバーでしたね。待ちに待った。これ本来の自分でしたら開いちゃうんですけど、これも開く必要ないです。いや、これはさすがに下りだからちょっと、はい、ちょっと、まあ開くけど、でもこの棒のライがめちゃくちゃいいから、はい、多分普通に打ったら相当スピンが入ると思うのね。だ逆に開いて、はい、グリーンキャッチしてスピンかかってワンピンショートっていう感じにならないように、はい、ちゃんと落ちてからどういう球になるのかっていうのをある程度スピンコントロール考えて、はい、まあまあだね。でも自分の持ってるから飛んじゃってるでしょ。飛んじゃってます。だこれはなんでかってことなのよ。なんでだと思う。あ、バックスイング大きかったとかじゃなくてですか。うん、もうね、ちょっと構えてごらん。はい。いい。ちょっとあんま動かないでね。はい。じゃ下がって、はい。後ろから見て。この距離でこうやって構えてるのね。あ、そんなに大きく構えてるんですか。俺だったらこうやって構えるのね。そうですよね。だからもう構えた時点でこの子どんだけ飛ばすんだろうっていう構え方をしてるわけ。だから こんだけ大きな構えをしといて。ハッて打つから、はい、弱かったり大きい、やっぱりそのこの距離だったらもう下り傾斜だからもう、はい、できればこのぐらいで立って、はい、スッとそこに打ちたいんだけど、はい、もうこの構えだから、はい、なんかよりその雰囲気がアドレスからないでしょ、飛びそう、飛びそうでしょ、だから飛んじゃうの、はい、勉強になります。まっすぐ、はい、これをスライスに読む人は入りません。あ、本当ですか。まっすぐです。わかりました。まっすぐ打って、はい、もし仮に右行っても右から入る。はい、本当に思うんだけど、はい、こうさ、あのヒール浮かすのをやめた方がいいと思うんですよね。あ、本当ですか。もう一回やってみて、ちょっと一回、はい、一回ソールピタッとくっつけて、今まで通りの構えしてみて。今まで通り、はい。めっちゃヒール浮かすんですよ、あって。一回ピタッとくっつけてくんない？そう、それで打ってみて。球捕まるよね。やっぱりスライスラインあんだけヒール浮かせたら、はい、あえて右に滑ってっちゃうと思うんだよね、球が。はい。でもそれ気持ち悪いんでしょ、まっすぐパッってやるの。このぐらいですか。ポンって置いたなりに構えられない。そう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 。やってみます。あのね、フェース面がまっすぐに見えてても、はい、ヒールを浮かすと、はい、面って右向くのね。はい、分かる。内角の関係、あのパターンもロフトがあるから、はいはい、こうやってやればやるほどフェース面って見た目まっすぐだけど右向いてるのね、実際。だから右にペロってやるのって、はい、色だから。やっぱり内角の通りに構えた方が俺はいいと思うけど、はい、まあ、それはまあ人それぞれスタイルがあるけどね。ああいう外し方するんだったら、はい、その構え方は直すべきだと思う。わかりました。だから今2球目はさ、まっすぐ行ったけどちゃんと右から入ってるじゃん。はい、まっすぐ同じところ狙いました。でしょ。でも1球目は切りが早いじゃん。そうです。だから球捕まってないってことだからさ。はい、